これは美術館を所有運営する科学メーカー DIC が昨日発表しました DIC は今後美術館運営の効率化のため規模を縮小した上で移転することを軸に検討し今年12月までに決定します運営中止の可能性も排除しないということです DIC は美術館について 保有資産という観点から見た場合資本効率という側面で必ずしも有効活用されていないとして社外取締役からなる価値競争委員会で今年4月から運営の在り方を議論していました DIC の広報担当者は最終的な決定ではないので現段階ではコメントできないとしています。美術館は、 1990年に佐倉市に開館し現代美術のコレクションで知られていて DIC が保有する作品384点の資産価値はことし6月末時点の簿価ベースで総額112億円に上るということです。